伏木引山祭りは、富山県高岡市伏木地区にて、毎年5月15日に行われる、江戸時代後期より続く、海岸鎮護海上安全の神である、伏木神社の春季礼大祭。7期の出しが出て、夜にはこの祭り最大の見どころである、かっちゃまたは、かっちゃい、と言われる、出し同士のぶつけ合いが行われる勇壮な日本産、大喧嘩祭りの一つとされ、 不思議の喧嘩山の別名で親しまれており、毎年約9万人の観客で賑わう。なお前日の5月14日には、夕刻過ぎより前夜祭りとして、宵山ライトアップが行われる。天平の時代には、越中の国府が置かれ、万葉集の編纂者でもある、大友やかもちが国主として赴任した不思議は、大友やかもちが数多く歌を詠んだ、越中万葉の里として、また、江戸時代には、 北前船で繁栄した港町として、そして現在は国際拠点港湾、特定港に指定されている港町である。かつて海岸沿いに新名社が置かれていたが、波の侵食によってさらわれたため、現在の場所2813年伏木神社として、先座された際に、新工具部のため、引山が創建されたと言われる。1916年までは9月25日に行われていた。 14日の禅屋祭りは1998年より行われているもので、19時より山倉禅にすべての花出しが並ぶ、四山ライトアップが行われ、お囃子なども聞くことができる。なお、2016年は17県町引山の完成を記念し、カッチャの会場でもある本町広場で行われた。15日の例大祭には港町である伏木の市街地を 梅雨払いとして、地元の児童園児たちの滅ム者行列を先導に、みこし、花笠、太鼓などのみゆき行列が巡行し、七木の花出しが、拡張揃いの発匹姿の若手によって、あ、いやさあ、いやさあ、と異性のいい掛け声の元遊僧に引き回される。昼の巡行が終了すると各引山は、山倉前に集まり、花笠や、彫り物などを外し、 神座を下ろし、超さ山に衣返し、18時40分頃より、夜空をほのかに染めながら絵回され、2カ所で、ダッシュ同士の、激しい、ぶつけ合い、ガッチャが行われる。現在は、一般的に喧嘩山と言われるが、以前は、勇みだし、勇み引山とも言われ、1974年まで、ポスターに使われている。なお、伏木引山祭りは1985年7月8日、 高岡市の無形民族文化財に指定されている。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。2020年4月3日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係諸団体はこの年の引山の巡行などの中止を決定。翌2021年は、引山巡行は巡行路を短縮し、行い、 カッチャは長い歴史の中で初めて無観客で行う予定であったが、その後中止決定がなされ、日中の短縮巡行のみとなる。2022年の再例より、毎年5月の第3土曜日の開催とすることが発表された。三越、引山の引き出の確保や、再例後の片付け等が翌日明け方までかかることから、平日開催は今後難しいと判断したものである。なお、 高岡市教育委員会の承認が必要となる。子供たちが、武者の出立ちで、御しの梅雨払いを行うもので、引山と同じく約200年の歴史がある。この行列は昭和40年代初頭に一旦姿を消したが、地元有志の協力により1981年に復活した。現在は1999年に発足した、思議ホロ武者保存会により行われている。 近年は、伏木小学校の2から6年生の児童、現在は、伏木小学校のほか地元近隣の小学校、幼稚園、保育所の児童園児たち12人により、鎧を着て、ホロを担ぐ、大将や弓と矢を持った、矢担ぎ、矢っ子に噴して、更新を行っている。明治時代に七期になる予定であった出しは、1880年の大化で、 1864年創建の17県町の出汁、御神体が、高乱の一部を除き消失した後に、港町の出汁が1892年に創建された。ため7期揃わず6期であったが、2002年より17県町の出汁再建に着手し、順次御神体、前立人形、保護止めを復元。2015年4月29日には135年ぶりに再建され、 長きにわたり念願だった七木が揃った。一番古い出汁は中町のもので、1820年9月の創設であるが、それを遡ること39年前の1781年に、上町と本町で御神体が製作されていたことが、御免像付け根の墨書きによりわかっている。出しは高さ約8メートル、幅約2.2メートル、長さ10メートル以上、重さ約8トンで、 じりに鉾柱を立て花傘をまとい、最大の特徴である、カッチャで、出汁同士をぶつけ合うための船が手を前後に備えた、花出しである。上山と下山の二層構造で、上山中央の鉾柱の上部には、ひげ子といわれる竹籠をつけ、その周りに三色の菊の増加を五個つけた先竹を、放射状に広げた花傘の鉾山で、鉾柱の先端に、裸足といわれる鉾止めがついており、 ここ柱の田元の漢座には七福神の御神体を備えている。また、前立人形と言われるから操り、人形が備えられている。降欄や護兵には、桃山時代の特徴を備えた彫刻が施され、下山は柱の間に蓮スを用い、カッチャ用の頑丈な作りとなっており、ミスをかけたものと大幕が貼られたものがある。下山内部には林方が乗り込むが、林には、 笛太鼓、金を用いる。車輪は四輪の第八車用式の矢車、または板車で、設置面には焼きはめによって鉄輪がはめられている。出汁の前後には二人ずつ、経営四人の引き子頭が乗り、表紙儀、笛などで、出汁の巡行、各開始、カッチャの再指示を出す。夜には、五身体人形を、出汁からおろし拡張の山宿に安置し、 彫刻なども外し出しの周りに旧内市銃弾からなる。約360針もの丸上鎮。四隅には小田原上鎮を付けたカッチャ、仕様の超鎮さんとなる。また以前は、女人金制だったが、2002年より女性も引き出に加わった。ただし、カッチャには大変危険なため加わることはない。この出し最大の特徴であるカッチャ用の船がては、大砲とも呼ばれ、先端に、 補強のため鉄輪がはめられた直径30から40センチメートル、長さ4.7メートルの下肢の大木で長江を返し出しの前後に計2本取り付けられる。この船がては毎年新しいものと交換するのだが、各町の人たちが自ら山から木を切り出し、形を考慮しながら加工し、ぶつけ合う先端には鉄輪をはめ補強する。この船がの取り付けは3段と呼ばれ、 祭りに合わせ各町が一週間ほどかけ夜を徹して、大量の藁縄のみを使用し、長江に渡した太い菓子の大木何本かを用い、下山に固定される。この縄のかけ方はかっちゃでぶつかった際、相手山への対応構成と、自際への衝撃吸収のバランスを考えながら、固定する必要がある。そのため、各町それぞれ工夫し特徴のあるかけ方を行うが、最重要部分として、 機密事項となっており、部外者は作業を見ることはできない。この装備により出しは、優雅な花山の上山、そして喧嘩のために、装甲車のような下山とアンバランスな感じも大きな特徴といえ、見どころの一つとなっている。この船が手はもともと角回しをスムーズに行うための補助として取り付けられていたもので、現在も狭い四つ角などで若手が豪快に出しを回し、 見どころの一つになっているが、かつて拡張が次第に喧嘩に有利になるように太く、長く丈夫なものにしていった。しかし、カッチャでの拡張感の不公平をなくすため、また、角回しの際危険が生じるため、現在では、長さを4.7メートルとすることや位置などの基準を設けている。なお、毎年山から切り出す菓子の木は年々入手しにくくなっているため、 伏木引山保存会では将来の部材確保を願い毎年伏木一宮神社の伏木触れ合いの森内にあるカッチャの森にて毎年植樹を行っている名を付け長手として利用するには植樹から50から60年後となる伏木コミュニティセンターに展示されている17県町の花山社の復元修復が2015年7月から行われているため 石坂町の長鎮山に続き港町の引山を展示することになり、2015年10月3日夜より、港町引山に付け長手を取り付けたが、長い歴史の中で、縄のかけ方が異なる六町が協力して、取り付けを行ったのは初めてとなる。下記の町名は、現在の行政区画町名とは、必ずしも一致しない。上町の出し背面上部の縦30センチメートル。 横140センチメートルの彩色を施した彫刻は王義氏が乱帝に名詞を招いて縁を開き乱帝上を執筆したとされる古事を元とした乱帝局水図を題材にしており全国の出しやみこしに同題材で彫られたものとしてご決めでありなおかつ最古のものと見られることが岐阜高専名誉教授水野幸司の調査で分かったこれまで 富山市青地区で行われている越中、八尾引山祭りの上新町引山をはじめ、滋賀県や奈良県など4基でこの彫刻が確認されているだけで、その中でも滋賀県の御腰に彫られたものが1843年制作として最古と言われていたが、今回確認された上町の出汁は1824年に制作されており、最古のものと言える。当初、浦町としていた本町は、 式で最も早く、引山を創建していたが、火災、波浪の影響で大工に支払う代金がなく、上町に代わりに引山を引き取ってもらったという、言い伝えがある。災害を免れるために、上町の東に移転したい家が多数あるため、その場所を、上の橋として、現在の本町の山町として残っている。また、本町の引山に伝承されている脇本流を生やは、霧子や 時蔵など、タ町とは少し違った趣きを感じさせる。前立人形の和子三番荘は、神座の米在店に合わせて作ったとみられ、神座と同じく唯一の女性の前立人形となっている。引山創建当初、屋数は二十数件ほどしかなく、昭和初期までは修理費用がかさむために、カッチャをあまりせず、一番先に、 山倉に格納する町内であったが、遊郭外であった玉川が宝路町に加わってからは、資金の巡りが良くなり、現在では、カッチャに力を特に入れている町内となっている。玉川が加わった時点で一時期、宝玉町としていたが、現在では宝路町となっている。現在の引山を保持する前に、長山を持っていたが、火災により喪失。 不思議では平成になってから復元された17県町を除き、一番新しい引山である。町長出しと呼ばれ、不思議で最も親しまれている引山である。宝路町と同様、カッに力を入れている町内である。現在の出しは二代目で、初代は1864年作。1880年の大化にて、高乱の一部を除きほぼ消失した。 二代目は2015年4月29日、135年ぶりに一部部材を、田町より譲り受け本体部分を復元し、町町さんとして再建。2016年3月13日には、花山社として完全復元され、高岡不思議コミュニティセンターにて、通年展示している。消失を逃れた初代の高覧の一部は、不思議小学校の学校博物館で保存されていた。 ものである。四神獣、四子、鶴の彫り物は、港町より、車輪は、上町より譲り受けたもので、その他中町、本町、宝路町より一部部材を譲り受けた。昔、北前船で栄えた伏式には、流星を極めた海鮮丼屋が多くあり、祭礼には、海鮮丼屋や料亭、遊郭にて主演を開き、引山が通ると二階より小判を巻いていたと言われ、 2002年より、海鮮問屋17軒町として正午頃、伏木駅前に、引山6期が集まり、神製のレプリカ小判や、紅白の餅などを、引山の上から巻いて、王子の再現している。また海鮮問屋が航海の安全を祈願し、絵馬を伏木神社に奉納していたことから、14時頃、伏木港町のコンピラ神社にて、絵馬の奉納を行っている。カッチャは、 明治時代後半頃から行われたと推測され、もともとは田町の出汁が進路の邪魔をするのを力ずくで出汁をぶつけて壊してでも自分たちの出汁の進路を確保しようとぶつけ合いが行われていた。また1946年から十数年間は昼間の花出しでも行われていた。しかし大変危険なため現在では場所と時間を決め、 本町広場と法輪寺前の2階上に17軒町を除く6機が3機ずつに分かれ、19時30分頃と22時30分頃から行われている。なお本町広場には2015年より有料観覧席が設けられた。夜となり、超鎮山に明かりが灯り男たちの興奮と熱気が最高潮に達しようとした頃、かっちゃが始まる。山ヶ流人大湖の林が鳴る。 中量壮大の合図により、四十五十メートルほど距離を置いた各町の八トンほども、ある出しにつながれた縄を走りながら引き、船が手の先端同士、時には横に少しずらし付け長手を支える木にぶつけ合う。ドンという大きな音とともに、地響きが起き、町賃が大きく揺れ、大歓声が湧き立つ。時に降臨さえも浮く様は、郵送かつ港町の男たちの心意気が溢れ、 祭りは最高潮に達する。何度かぶつけ合うと、各町の責任者である、総代同士が付け長手の上に立ち、あと何回と話し合うが、その際に、観客から、もっとやれ。とうとやじが飛ぶのも、風物詩の一つであり、お互いに納得し、各、引山総代が握手を交わすまで多い時は十回、以上続けられることもある。喧嘩山と言われることや、 総大同士が付け長手の上で、まだまだやる、いや、やめておこうと話している素振りからも、喧嘩のイメージが強く、勝ち負けがあるように思われがちだが、現在は、勝敗制度はない。現在では、対戦方式は、総当たり戦で、どの町内といつ対戦するかは、組み合わせ抽選で決めている。しかし過去には、石坂町、港町という比較的、 新しい町態、その他の旧来の町という対戦だった。かっちゃ、会場2カ所に対して、石坂町と港町が分かれ、残りの9町は2機ずつに分かれ、各会場に出向き、石坂町もしくは港町と対戦していた。当時は、石坂町と港町は必ず2町内と対戦せねばならず、そのため他の町内より人もたくさん集め、 壊れにくくするために重くしているのではないかと言われていた。近年の人口減少と他町内が重量を重くしたりする関係で不公平という見方から総当たり線へと変更して行った。また、新旧ライバルという関係図が長く続いたため、過去にはゴールデンウィークあたりに実施される蔵出しが終了すると山倉に各町内の出しが戻らず、 各町内の公民館前などに駐留させ、当日まで道路で山を作っていた過去がある。交通の妨げや文化財盗難の危険が例とは言えないため1991年11月に山倉を移転、新築した際より、基本的には山倉で当日まで作業をすることになったが、先日の比較的新しい町内にあたる石坂町と港町はそれから数年間はそれでも自町内へ。 持ち帰っていたこともある。祭礼以外また町外で行われたかっちゃ2013年9月7日には、宇治神である、伏木神社鎮座1280年、仙宮200年、仙宮に合わせ始まったとされる引山の発祥200年を迎え記念大祭が行われ、12時より、はしご乗り放納、伏木相撲人工放納、伏木相撲力士土俵入り、太古代行列、獅子舞、 夕刻18時より、ホロム社行列、五神夜漁、引山放映、引山林放納などの放祝記念行事が境内、町中心部で執り行われた。高岡市は2013年5月30日に、県有市である、伏木港町の伏木港湾緑地に、現在の高岡市役所伏木支所と伏木図書館を移転し入居する伏木コミュニティセンターを建設し、 不思議の出汁を展示する吹き抜けスペースを設けると発表した。また2002年に設立した不思議引山祭り実行委員会は1880年の不思議の大化で消失した17県町の出汁に備えられていたと伝わる神座の樹老人を2004年に前立人形の唐子を2008年に復元したが、 だし本体については2008年より最高委員会を設け本格的な準備を進め2013年12月27日には出し本体復元の着手と完成後は思議コミュニティセンターでの展示を正式発表した復元する出汁は超鎮産とし救済を活用するため他の山町や町民に使用しなくなった出汁の部材の提供を依頼し上町より車輪 港町より、堀物、伏木小学校にて保存されていた消失を逃れた、降乱等の提供を受けた。他の部材は、ケヤ材を購入し、製作に充てるとした。2015年3月下旬には、出しのシンボルといえる、ホコ止めを、同じくホラ貝をホコ止めとして掲げる北条津引山の、新町のものを参考に製作し復元。同年4月23日には、 出しの地山が完成。4月29日には、ほこ止めや新たに製作した町賃を取り付け、135年ぶりに夜の出しである町さんとして再建、伏木コミュニティセンターに搬入され、5月3日に、春工し5月7日に開館した同センターにて展示を開始した。なお、山倉を兼ねる展示室の高さ9.9メートル、幅4.5メートルの扉外側には、 17県町の文字とご神体の受老人とほこ止めのホラガイの絵が描かれている。その後同委員会は2015年度中に花山社としての復元や船がての取り付けを予定し2015年7月より復元修復に取り掛かり2016年3月13日に花出しが完成2016年4月6日には既存の6町内が協力し 喧嘩山のシンボルである長さ4.7メートルの船が手を前後に縄によって取り付け、17県町の出し復元がすべて終了し、4月8日より、再び同センターでお披露目となり通年展示されている。なお、修復中は田町の引山を交代で展示していた。また、2016年以降、この出しを引く山町を新たに結成し、 祭霊での巡行を検討していたが、2015年11月8日に17件町引山保存会が結成され、2016年5月3日の試し引き、祭霊前日の宵山ライトアップにも加わり、祭霊当日はカッチャには参加しないが、出発式、市街地での引き回し、小判巻きなどの行事に参加し、復活を祝った。 パンフレット DVD 完成不思議引山祭り17県町の紹介パネルも北日本新聞2016年3月31日28面。ありがとうございます。